おもちゃの駅を降り立ちました。面白い名前の駅でしょ。おもちゃの会社バンダイが運営するおもちゃの博物館があるそうだ。なんだか遊び心満載で面白そうでしょ。ところでここの駅前の通りに、いや駅前でさえコンビニの一軒もないところだよ。これもジョークのうちなのかね。あ、これがそうだ。着きました。バンダイミュージアム。ありがとうございます。大丈夫です。こんな簡単に測れるの？すごい。正確？でも今 35.5 ってなったような気がする。低く出るよ。僕いつも 36.何度だもん。うわ、すっげえ。カスカベ名物クレヨンしんちゃんです。おー、懐かしいおもちゃです。あ、これ子供喜びそうだな。まさかここでエジソンに出会えるとは思わなかったね。おお、すごいね。現代では発達障害という概念ができて、エジソンは学習困難児ではなく発達障害のうちのアスペルガーだったと考えることができるね。実はエジソンほど重症ではないけれども、僕もアスペルガーの傾向があるのさ。だから興味のないことは覚えられない。例えば漢字なんか大嫌いで、小学生で習う漢字が書けないのさ。その影響で国語も大嫌い。でもこうしてナレーションを考え表現できるようにはなったさ。学校の成績だけに注目した子育てはこういうことで非常に危険だよ。発達障害は分類上自閉症、注意疾患多動、学習障害と3つに分けられているけど、現実的にははっきりと症状が分かれているわけではない。アスペルガーは自閉症の仲間だ。エジソンのお母さんは愛情たっぷりの母親だったんだね。子育てを他人任せにするのは気楽で簡単だろうけど、親の愛が感じられないよね。なんだか考えさせられるところに見学しに来ちゃったさ。今日はめちゃくちゃ風が強い。寒くはないが、雨がっぱを着ないと風で体力が奪われてしまいそう。これアウトドアのノウハウね。この広々とした景色で心の中が掃除される気分になる。なんでなんだろうかね。こういうこだわりの思考がアスペルガーの特徴だな。おお、今回目指す姿川だ。
初めての川です。僕の場合アスペルガーと多動が少々ブレンドしていると思えるね。誰でも障害とまではいかなくても発達障害の何らかの特徴を持っているものだ。このことをグレーゾーンと呼ぶ学者がいる。また障害ではないので個性とも呼んでいる。その人のパーソナリティは発達障害的特徴に経験が掛け合わされて出来上がると本で読んだね。親が自分のこの個性を把握することはその子を伸ばす子育てにとっても重要だね。だから子育てを他人任せにするのは本当に良くないね。じゃんじゃん、わたたたたたたた、出ました。だだ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 、え、まっすぐに誰かが走っていった跡がありません。この道はどうも右へ行けという意味のようです。でもそこを強行突破してるぞい。なんか今日は南風だぜおい。暑い。あれ、下にもうちょっとまともな道があります。あれあれは何でしょうか。なんとなくリンガーハットに見えるんですが、リンガーハットではなくうどん屋さんでした。しかし月曜日でお休みです。残念。おー、お腹すいたよ。ということで土手から町中へ出て食料を調達してきました。向かい風の南風だよ。なんでこの時期に南風だよ、おい。突然道がなくなった。この物資じゃ走れないっしょ。やったね。な、何これ。そもそも土手自体もなくなっちまった。はあ、どうしよう。頑張って姿川の土手に舞い戻ってまいりました。すげえ風だぜベビー。何やら公園が見えてきました。おー、ローラー滑り台、子供喜ぶぞこれ。遠くに筑波山が見えます。
反対側にあるこれは何でしょう、大平さんでしょうか。牛舎が私有地の中にあって牛久に会うことが今回できませんでした。また姿川の土手に戻ることができました。おー、すごい風だよ。なんか今日はいきなりエジソンを見学してそこで時間を食っちまったんで、サイクリングをしたようなそうでないような、まあこれも旅の面白さだね。発達障害と子育てについてもっと知りたい方はキャンプジージーの活動に来てね。いくらでも説明しちゃうさ。風はすごいあったけど面白かったぜ、ベビー。およそ500メートル先左に曲がります。